はいえー、と後半に参ります、えー、中国共産党大会第20回党大会が、まあ、22日に終わり23日に一中全会があって新しい指導部が発表されましたで何が起きたのかとで、まあ、今回の党大会に、まあ、人事も発表されてるんでもうニュースでご存知だと思うんですけども、あのーまあ、完全に人事予測外れましたすみませんでしたっていうのがまず一つでもう一つ。<laughs> 人事予測じゃあ当たったやつがいるのかというとまずほとんど大手メディアも含めてて当たってません私が聞いたのはハンドルネームでマーチャーピャオピャオっていう人がその中国のネットの中で全部当てた人が確かにいるらしいんだけれどもでも基本的にはこんな人事ありえないっていう格好の人事でした。<laughs> で何が一番ありえないかっていうとまずですねああのまあ 強制団が徹底的に中まず中央委員の名簿っていうのは22日の段階で発表されてるんですけどそれを見たら本当にね強制団派いわゆる共産主義青年団派の人間人材がですねほとんど排除されてるんですね。で、うん、まあもちろんその中には古春華は残ってたんですよ中央委員の中には。だけども最終的に一中全会で選ばれた政治局の中に古春華は外れてたんです。 つまり前のところまで、えー、前,前のき5年の間は古、えー、春華は政治局にいてただけれども今回外れたつまり降格人事が行われた、うん、引退以外のの人事いいうのは非常に極めて珍しいでもう一つは、えー、習近平はまあ69歳なんですけれどもでこの68歳定年というルールをまあ破ったわけで、まあ、これは破る破るというふうに言われてたんですがその68歳定年を は他の人はみんな守るだろうと思ってたら守ってない人がまあ何人かいてた例えば王毅、まあ、あさんが69歳ですねあの習近平と同い年ですからは入りましたしあと引退すると思われた軍の72歳の軍事委員会副主席の張陽鏡っていう人がいるんですけれどもこの人が残っちゃったんですよね。で 七十二歳の老人が残って、五十九歳の古春家が降格された。で古春家はじゃあ何か失敗したんですかっていうと。 全然、えー、と彼は副首相でやってたんですけども政政治的的にに、えー、あるいいはは策的に大きなな失敗はしてないですあの非常に、ね、頭のいい人なんですね。北京大学16歳で、えー、農村からポッと出た、えー、農民の、うん、農民のその貧農の子供がですね16歳で北京大学入って当時は人民日報でインタビューが載せられるぐらい、まあ、振動と騒がれたぐらい頭のいい人ちょっと異常な頭の良さの人なんですけれどもその人が に大きなミスもしていないなのに、えー、降格されたなのに上海市の初期の、えーまあ、李強という「スモモの李に「強い」って書くんですけどこの人が実は政治局常務委員に今回入りましたでそれで首相になるとこんな変すごい変な人事があの行われている。 でも,もう一つはもう皆さんのあの報道でご存知だと思うんですけど胡錦濤長老の胡錦濤前、えー、と習近平の前の初期総書記ですよね胡錦濤さんが80歳で、まあ、習近平の隣に座ってるんですけれども閉幕式の。 まあ、いわゆる採決の時に、えー、採決の直前中央委員名簿の採決の直前にですね何か連れ去られるように連行されるように席を立った離席したというそういうのが、まあ、囚人監視の中で行われて一体これは何なんだろうかと。 いうような、まあ、いろんな憶測がとみました。で、まあ、今回はその人事の、えい、ー、きさつ、なんでこんな人事になったか、なんでみんな当たらなかったか。そして、えっ、ー、と、あの胡錦涛さんの理。り、離席は一体何だったのかということを、ちょっと、えー、まあ、いろんな今ある材料の中で分析したいと思います。まず、新指導部のメンツについて、えっ、ー、と、ご紹介します。習近平続投総書記です。え三、ー、期目に入りました。 これは、えーまあ、習近平がすでに、えーとまあ、3期目に入るということは言われてましたけれども8月の、えー、前半にですね、えー、北大河会議があったときに習近平は下、まあ、アするんではないかと引退するんではないかその代わり李克強が総書記になるんではないかという噂がばっと広がりました。でこれは、あのーまあ 中央筋から流れてたんですけども主に、えー、と台湾メディア台湾メディア筋にあのルフしてた情報だったと思いますで私もえそんなことがあるんだとでそれからしばらくして習近平は下アしないけど李克強も残るんだと。 李、えー、ュープシャーっていうあ、ね、李,李克強が上に上がって習近平は下矢しないっていうそういう情報もバーッと広がりましただから、まあ、少なくとも8月の間から9月の前半にかけて李克強は残るであろうというふうに、まあ、みんな思われてましたで習近平もまあ残るであろうというふうに行われあの思われてました。でえー、結局どういうふうういいふな、えー、メンツになにったかっいうとと まあ習近平が、えー、総書記で序列1位で2番目がなんと李強という人になったんですねさっき言った上海の初期です。で この序列から言うと李強がまあほぼ総理次の総理つまり李克強さんは引退して、えー、と総理というのは任期2年で、えー、任期,2、えー、2期,で2期10年で引退するってことが約束なんで李克強さんはいずれにしても総書記はもう引退なんですけれども李強その後が誰かって言われてて、えー、李強さんになったと。でこれも、えー、と異例です。 まず李強さんというのは上海市の初期です。で、あんまりね学歴は高くないんですけども、まああのー、彼も、えー、まあ、文革世代であるか。 あったかなで叩き上げっていうふうに言われてて決して能力は低くないんですけれどもあのしかし能力が低くなかったらなぜ上海市で今年の、えー、第2四半期で、えー、マイナス13%という散々な、えー、経済業績になったか。上海っていうのは えー、中国で一番国際的な大都市金融都市のはずなんですがそれがマイナス13%成長というのはありえないわけですねなんで起きこういうことが起きたかというとゼロコロナ政策が、えー、ずっと2ヶ月 3, ヶ月から3月から2か月ぐらい、えー、続いてたと2ヶ月以上かな続いてたでその、えー、結果、えー、経済はガタガタでその後もずっと経済は回復していない。 えー、なぜかって言うと習近平さんの言う通り、えー、ゼロコロナを支持したのが李強さんだからです。つまりね李強さんっていうのはもう習近平の古文中の古文なんですよ。あのどっかね一部で報道してたと思うんですけど習近平さんの目を見れば言いたいことがわかるというぐらい通貨な。 でこのまあ李強さんとか、えー、とあと佐伯さんとかね、えー、この辺りっていうのはあの政治今度政治局に入った李強彩紀李紀この3人っていうのはもう習近平が自分の子分としてずっとあの、まあ、従えてた人たちで習近平のイエスマンです。 で李強さんは叩き上げで、まあ、そんなバカではないとみんなも言ってるし実力はあると評価してたんだけれども今度の,その上海のコロナ政策の,あのコロナ新型コロナ政策の,あのゼロコロナ政策の、まあ、意地でもゼロコロナ政策をやり続けるというあの愚直なまでの習近平のイエスマンぶりを見てあ李強ダメだってみんな本当は思ってた,たんです。 なので、8月の北大河会議でも李強に責任をその上海の惨状についてですね李強は責任取らないのかっていうことが議題に上がりました上がったというふうに聞いています。でかばったで。李強さんがじゃあ、えー、責任取らないんだったら誰が責任取るの コ,コンスコンジョンっていう人がいるんですけど、彼が取るのかって言ったら、実はコンジョンも、えー、ちゃんとあのー、あれに残ってるんですよね。あのー、中央委員に残ってて、まあ、全然あのー、責任取ってる人いないんですよ。習近平さんも責任取ってる人いないんですよ。でどういうことかというと、ゼロコロナは成功してるじゃないかっていうふうに。 ローンをすすり替えてるんですよねだから、えー、習近平さんの、えー共,産党内えー、共産党における政治報告、えーえー、政治報告ではだけども上海で何が起きてるかというと新型コロナで亡くなった人はほとんどいないけれどもゼロコロナ政策で餓死したり病気の治療が受けられなかったり自殺したり、えー、そういう人が非常に多かった。 もうピョン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 ビルから飛びだ飛んでる飛んで自殺するような映像が実は上海でたくさん流れててそれはまあどんどん SNS でアップされても削除されるというようなあの問題が起きていた。だけども習近平さんはそういう問題は全部置いといて。 ココロナは、えー、ゼロコロナナはゼ政策を揺るぎなくやって成功させただから李強さんは出世できるんだっていう理屈で李強さんを、えーまあ、政治局の乗、えー、務員のナンバー2に、えー、引き上げたそして、えー、おそらくは来年の、えー、3月の全人代で総理の、えー、李克強の統を継いで総理になるでしょう。で李強さんは、えー、初めて今度政治局乗務員に入りますから何の 中央の経験もなしに地方でいろいろ頑張ってはきたけれどもなしにそしてあの副総理経験もなしにいきなり総理という、えー、中国の経済政策を、えー、の責任を担うポジションについて果たしてこの人がちゃんと中国経済の、えー、舵取りをできるのかな。おそららくはできないとないぜなら 習近平が経済政策の舵取りを取るから習近平の言うことを忠実に聞く人が総理になればいいんだとこういう人事なんですねで次の3番目序列3位これは張学祭という人が3位ですで張学祭さんは実はあの前の5年の任期も政治局常務委員で中央規律検査委員会の初期をやってました で今回、えー、3番目ということはおそらく序列3番目ということはおそらく次の全人代の時に全人代常務委員,委員長に、えー、新しく就任するんであろうと。 思います全人代常務委員長っていうのは、まあ、立法会の議長、えー、国会議長みたいなポジションで結構あの名誉もあって実力も必要で高いポジションですう3、まあ、っていうのはね、まあ、そこそこ強、まあ、生団出身で、まあ、そこそこ能力高いというふうに言われてます秀才と呼ばれてた人なんでまあまあポジションとしては、えー、そうなるかなと。 ただ汚職の疑惑が実はずっとあってこの汚職疑惑が、えー、あるから習近平さんが、まあ、反腐敗で、えー、と今回引退させられるんじゃないかという噂もありましただけどもそうは結局ならなかった、まあ、あのおそらくは、えー、この人先西省の、えーまあ、ずっとあの幹,部幹部というか初期もやったことあるんですけども先西省って、えー、習近平のお父さんのお墓があるんですよね。 でこのお墓を、まあ、きれいにして大きくして、えー、習近平さんにごまを吸ったという、えー、実績もあってでなおかつ小、あのーまあ、学生のおじいさんだったかお父さんだったかとその習近平のお父さんというのは非常に仲がいいので、まあ、習近平と小学生というのは古くからの、まあ、知り合いみたいなもんで。 で張学祭さん自身は習近平さんに不満を持っていたというふうにずっと言われてるんですけども、まあ、最終的にここに残ったということはもう習近平さんと一連,一連勝するとあの一連卓挫でいくと、えー、いうことを、まあ、心に決めて習近平に忠実になるということを心に決めて、えー、残ったのではないかと。 で4番目は大ー根。これもあの残ってる人ですね、えー。前の5年間の任期でオ、えーと大小根さんっていうのは、えー、中央選、えー、精神文化、えー、指導、えー、ななんとか会、えー、委員会の、ま、主任つまり宣伝イデオロギー担当だったんですけども今回は、ま、序列4番目で、えー、多分任務が職務が変わるとすると、えー、政治まあ序列から言うと 政教委員の,あの、まあ、初期主席かなぐらい名誉職で,ですけれどもそういうふうなあの仕事に就くんじゃないかと言われていますで、えー、それから4番目佐伯という人が入ってこの佐伯さんが政治局常務委員に入るという予測っていうのは私はほとんど聞いたことがあり,あのありません。なぜなら佐伯、えー、まず佐伯っていうのは北京市の初期だった人です。で やはり習近平に、まあ、非常におもねっている習近平の古文みたいな人だったんですけれども。あの、非常に評判の悪い人です、えー。習近平三大国理っていう、まあ、国理っていうのはひどい、えー。悪段階、悪大官、悪、悪徳官僚みたいな意味があるんですけど、三大悪段階、あ、あ、悪代官の一人と言われているのが。まあ、佐伯さんなんですね。 なんで,で悪大感と言われたかっていうともう北京市で、えー、といわゆる出稼ぎのその庶民あの一番底辺の人たちを真冬のさなかにね、えー、と追い出すような で300万人が、えー、路頭に迷うみたいなそういうあの政策をですね例えば古い建物危険な建物を一斉に壊すとかっていう政策を出してですねそこにまあ実はそういう貧しい出稼ぎの人たちが住んでたんですけどその人を真冬に春節前に追い出して、えー、いきなりこう家を壊したりとかそういう過酷な政策をまあ取るわけですね。まあ、あとあの、まあエコ が、えーまあ、北京市の、えー、一つの,、まあ、あの旗印の政策だったんですけどエコとかグリーンとか、えー、そういうようなあの、まあ、あの例えば脱炭素を進めるぞっていうと。 うんまあ、冬の寒い時期にみんな、えー、絶対に暖房使っちゃダメみたいな制限やったりとかあとあの工場とか、えー、そういうものの電気制限あの停電計画停電を,行なあを、まあ、無理やり、えー、行ったりとかしたでそれはなぜかっていうと習近平さんが、えー、っとエコやるぞと脱炭素やるぞと目標値このぐらいまで減らしなさい。酸素あのあのた 石炭使用量このぐらいまで減らしなさいとか目標値を与えてですねそれを守る官僚がいい官僚だっていうふうに評価するもんだからそれを守るためにどんどんその下の生活を犠牲に平気ででできる人だったんですよねなんで非常に評判も悪いし、まあ、北京市の経済もあんまり、えーとってかまあ、悪くなり正直、えーまあ、生産性もまあ低くなって悪くなりました。 なんで客観的に見ると才木さんも北京市のあの仕事っていうのはそんなにできてなかったなというような評価になるんだけれどもなぜか、えーまあ、ここで、えーまあ、出世したと。であと定説商、えー、っていう人が5番目に来てますこの定説商っていうのはずっと習近平の、まあ、秘書みたいな浙江省時代も秘書みたいなことやってる。 で今も秘書みたいなことがっておそらく習近平さんが一番信頼していいる副だと思います、ね、彼も、まあ、秀才とか頭はいいと言われてるんですけれどもどちらかというとやはり、あのー、自分から何かバンバンやるんではなくて習近平のために原稿そのスピーチライターもやってましたんでうまい原稿を書いたりとか、えー、習近平さんに突、ま、き、あ、していっていくっていうそういう性格の人ですね。 で、まあ、この人は何になるか、ちょっとあの、私もよくわからないんですけども、副総理になるんではないかなというふうに言われています。まあ、鄭雪松さんが、習近平さんはずっと自分が終身総書記指導者でいるかもしれないですけど、総理は変わっていかなきゃいけないんで、まあ、次の総理くらいが鄭雪松がいいんじゃないかと思って、副総理につけるんじゃないかというふうに言われています。で、それから、えっ、ー、と、三番目、力という人が、えー、入りました。これも新しい人なんですけど、もともと広東省の。 あの初期だった人で,すで、まあ力も入るんじゃないかというあの予測のを立ててる人はいてたんですけれども、まあ、ここに来て、えーまあ、何どういう職務になったかというと中央規律委員会の初期になったんですねで中央規律委員会ってどういう仕事かというと一番最初に習近平政権の,あの一番最初の時に中央規律委員会の初期やったのは王木山さんなんですね。 でその次が聴覚、えー、祭さんなんですけど要するに汚職をガンガン摘発するそういう仕事です。で汚職を摘発するっていうのは、えー、まあ,あの悪,い人悪いことをやってるね腐敗,の腐敗してる官僚をやっつけるというふうに 言うと聞こえはいいんですけども早い話が権力闘争です粛清です汚職を理由に自分の、えー、ライバルだとか政治的なライバルだとか嫌いな人を失脚させるこれが、えー、反腐敗キンンペーンの本質なんですね王木山さんは最初その習近平と組んで、えー、どんどん腐敗官僚をやっつけたでこれは習近平さんの権力基盤を固めるための、えー、権力闘争の面とまあ、あのー、やはり 改革開放を行,き行き過ぎてると、まあ、腐敗はひどくなっているという部分は共産党内の風紀は乱れてたという事実はあったのでそれをまあ、えー、是正するという目的この2つの目的を同時にや,る、えー、やってたと思います。ところが王木山さんは、うん、一気やってちょっとやりすぎたなというふうな、まあ、あの感じになってですねちょっと習近平さんと決別して、ま、あの喧嘩別れしてます。大木山さんも今回は、ねえー、と全く、えー、党大会に 出席もししてないいぐららでしたからもう完全にかやのこういう権力闘争のかやの外に行ってしまったと思うんですけれどもでその後張学斎さんは、えー、やはりあの同じように習近平さんと、まあ、組んで、えー、汚職摘発やってたんですけれども張学斎さん自身が実は汚職の、えー、噂ありましたからまああ,のあんまり、えー、と習近平さんにまあ 抵抗できなかったまあ,あの習近平さんのこの2期目の汚職取締りっていうのを、まあ、積極的にやったのはむしろ監察委員会の、えー、方だったと思います習近平さん作ったんですねそういう委員,委員会を自分で今度新しくあのその時新しくでその後の、えー、中央規律検査院がこの力という広東省の初期だったんです。 でこれはちょっと意味深な人事だなと思ってるのは広東省の初期っていうことは広東,とと、ねえーまあ、東省の幹部やってたら、まあ、内実はがわかるわけですからその人が中央規律検査委員会に、まあ、引き上げられたっていうことは広東省の汚職を徹底的にもっとやるかなと。 で関東州というのはまあお職のまあ温床みたいなところがありました。だけどもう一つ重要なのは経済のまあ非常にあの大きな発展、えー、製,製造のあの拠点でですね大きな発展地だったんですね。でそこで歴代のあのー、まあ総書記で評判の良かった人っていうのは二人いててですね大洋さん今回、えー、引退になりました。そしてえっ、ー、と古春川さん。 今回、えー、パージされました、えー、政治局から降格されたこの2人共生団の2人が広、あのーまあえー、東省の、えーまあ、トップをつ歴代務めてて、えー、といろんな改革もやって経済をよくした人、えー、た、うん、の2人なんですけれども私はこの李が中央規律検査委員会にの,あの初期になったっていうことで、まあ、ひょっとすると古春香さんが えー、腐敗胡春華さんの腐敗周りをですね徹底的にやるつもりが習近平さんにあるんじゃないかなと、えー、不安に不安というかそういう懸念を持ちましたでこの序列が、まあ、を見るとですねもう完全に習近平さんのイエスマンで固めたで8月頃に予測されてた李克強さんが残るとか、えー、王楊さんが総理になるんじゃないかとか。 そういうういいい予測っていうのは、まあ、完全に外れてしま例まえば、ー、9月の中旬以降だったと思うんですけどオーストラリアメディアが最初に「李克強は完全引退だと」とつまり、えー、中央委員も含めて引退して完全引退,引退だっていう、えー、説を、えーまあ、報じたんですね筋から。 これは筋情報で、でそのあたりからですね、李克強引退説っていうのがまあ,あ出たんですけども、王陽引退説引退説を唱えた大手メディアはなかったと思います。で、李克強さんと王陽さんは二人ともまだあの年齢と引退年齢に達してません、六十七歳かな、うん、ぐらいだったので、なので、まあ。 李克強さんはまあ総理自分で引退するって言ってたしあんまりあの権力闘争にえ執着ないんでえ引退するかなとそんでも応用が残るだろうとあるいは李克強さんが引退する代わりに今の,その第19期の政治局委員であった古春華さんが出世して応用さんと一緒にですね、まあ、総理業務をやるんじゃないか。 ひょっとすると古春華は副総理今までやってましたから、えー、総理になるんじゃないかそういうまあ予測もあった。だけどもまあ10月に入ってあ古春華もどうやらえ総理にはなれなさそうだ。それどころか政治局常務員にも出世できなさそうだというようなあの予測っていうのはチャイナ、えー、サウスチャイナモーニングポストとウォールストリートジャーナルあたりがまあ報じ始めた でおそらく李強が首相になるだろうという予測もその頃から、えー、チャイナ・モーニング・ポスト、えー、と、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルあたりが、まあ、報じ始めて、えー、その2つの,あの、まあ、説のがこう拮抗してたんですけども急激に、えー、とまあ えー、10月ご、えー、まに、あ、李強総理説そして、えー、李国強完全引退説っていうのが出てきた。だけども大洋さんと胡錦涛さん全員あるいは中央委員の中で、えー、強制団派という呼ばれるその官僚が全員パージされるとは誰も思っていなかった。で、えー まあ、あのこの、まあ、予測が全部外れてしまいました「すみません」というしか、えー、ないんですけれどもなんでこんなふうに予測が外れてしまったかっていうことをちょっと言い訳めいてするとですね確かに8月から9月にかけてですね 名簿に関する情報、このリストに関する情報というのは二つ、二、えー、通り流れてたと思います。つまり李克強さんが生き残る、つまり習近平さんとその李克強さんの権力闘争、えー、継続説っていうのが。 台湾を中心に台湾メディアにかなり、えー、といろんな情報が流されてたんですねで私はまあどちらかというと台湾メディア側からそういう話を聞いてあそ,のそうなのかと思ってた方なんですけどそれとは別に、えー、党内でやはり、あのー、全く違う、えー、名簿というか、えー、流れてた。 で中央委員の名簿政治局常務委員の名簿っていうのはもうおよそ1年ぐらい去年の秋の6中全会ぐらいからもうかなり、えー、と絞り込まれてですねいろんな、えー、やり取りがされててで、まあ、決定的に決まったのがおそらく9月の下旬の2 6日ぐらいの政治局会議かなで決まってたとだけどもその直前まで、まあ、やり取りはあったであろうというふうに言われてるんですよねでも基本的に、まあ、9月の下旬で決まったものっていうのは動かない。 でその決まった後に多分ウォール・ストリート・ジャーナルとか割とあのサウス・チャイナ・モーニング・ポストとか割と太いあの筋を持っている党内部に筋を持っている人が李克強引退説っていうのを掴んだんだと思うんですけどもここまで徹底的に強制団がパージされるとはおそらくは予想できていなかった。これはあの実はは実集団指導体制いいいううもののの意味合いっていうのは ある種自民党の派閥政治と似てて異なるまあ派閥とか路線がをの人間を入れてるからこそ,その集団政治なんですね。だからみんな派閥の数をこう争うわけです3か4か。だから奇数なんですね。政治局常務員は7人そして今までは政治局員は25人。 ところが今回もう一つえーと異例なことは政治局24人になりました。私最初からも25人だと思い込んでてまあ最初政治局25人かと思ってふっと見たらあれ古春華入ってないと思うわけですよね。で数えたら24人になってるわけですよ。なので古春夏だけをなんか最後抜いいたのっていう。 漢字ののの、えー、新たな政治局の25人の名簿でした。でこの25人誰がなったかっていうとまずウイグル自治区の初期の馬甲水っていう人がなりましたこの人はちょっと変わった人で宇宙工学系のテク、あのーまあ、エンジニア出身なんですねで今度王毅がなりましたで王毅えに引退年齢習近平と同い年だから引退年齢なのにのこ政治局に、えー、出世したすごいじゃないか と思うわけでですよねでなんでじゃあ大きなにやったのどんなあの成績が良くて引退,が引退年齢なのに出世できたのって言ったらおそらく私は台湾政策に関して習近平の思い通りにあの動いたということであろうそしておそらくは今度の、えー、新しい任期のうちに台湾でアクションをやるときに他の外相ならちょっと待ってくれとかいや とってまあ、他のあのメンバーならちょっとお待ちください。と、それはいくらなんでもっていうようなことも、大木さんならはいはいって言って、習近平の言うことを聞くんじゃないかというようなところで挙げられたのではないか。そしてもう一人は福建省の初期あのイーリーっていう人ですね。えーえー、で、あとえ知りたい。ンという社会科学院長のあのー。 まあ、学者系の人も入ってま龍谷中センセーションの初期ですね、えー、李漢傑ントン省の初期でこの人も原子力系の、まあ、エンジニアでこの辺りを引き入れたっていうのは習近平は、えー、今何をあのスローガンに一生懸命言ってるかっていったら「送信作るに新しいイノベーション」という意味あるいは「革新」という意味の「送信」という言葉を愛用してるんですけどもこういうテクノロジー系を頑張ってやるぞというようなあの意思が 政治局のメンツに、まあ、現れてるかなとなので、えー、李漢傑、えーえー、三島省の初期の原子力系のエンジニアも入ってますあと、えー、李小、えー、楽っていうね中央宣伝部副部長そして、えー、李光中天津の初期ですね、まあ、李光中っていうのはあのーまあ、習近平の腰吟ちゃんくみたいな人ですであと、えー、東戦部あ東武戦区司令 えー、うえいとて東部戦区っていうのは解放軍の東部戦区司令っていうのは台湾で有事が起きた時の、まあ、作戦、えーまあ、実戦陣頭指揮を取る、えー、人ですね、えー、その人が、えー、今度新しく入りましたなのでおそらくこの人が、えー、軍事の副主席になるでしょう。 ということで、えー、習近平はやはり台湾で何か起こそうというような、えー、準備もしてるんじゃないかという噂が立ちました。あと、蚊立法という国家発展改革委主任の人も入ってます。で、この蚊立法さん何する人かっていうと、おそらくは、劉閣さんが引退したので、習近平さんの経済ブレーンと呼ばれてた劉閣さんが引退したので、劉閣さんの後を継ぐというふうに見られてます。だから、経済担当の習近平のブレーンになる。 ということなんですけども実はカリツホーさんは龍角さんほど優秀ではありませんはっきり言って まあ頑張って8年間か,かあこあ国家発展改革委で仕事してきたけれども必ずしも龍閣、えー、さんの、えー、代わりができるほどの器ではない、まあ、そのぐらい龍閣っていうのは人脈も広く、えー、経験も豊かで切れ者だったっていうのはみんな認めるところなんですけどもじゃあなんで蚊立峰さんは龍閣、えー、さんの後をつけたかというともう習近平にはブレーンがいらないっていうことなんですよ自分で全部決めちゃうから。 だから習近平がやりたいようにはいはいって言って何でも言うこと聞く人の方がいいのでまあ仮立法さんレベルでいいわけですで、あと張陽強という軍事委員会副主席がまあ留任してますけれどもこの人72歳なんですよ本体ならもう引退してくださいというあの年齢なんですよねでもなんでこの人が残るかというと習近平さんはこの過去の10年の間に解放軍のまあ 力のある、えーまあ、軍人パージしすすぎたんですね。だから人材不足ですはっきり言って解放軍は。なので、まあ、そういう,こう老人にも残っていただいたそのくせ、えー、59歳の若手でもう誰が見ても優秀だと,、えー、と59歳にして副総理務めててまだ、えー、その政治的に特に大きなミスもしていない小春夏を降格させてしまったからこれは明らかに習近平の、えーまあえー、独裁人事だ というふうには言えると思いますそれから、えー超,国えー、超国政両寧省の初期が、えー、入ってます陳文政国家安全部長が入ってるわけですねこの国家安全部っていうのはずっと長らく習近平の政治的ライバルであった総慶子が牛耳ってた部署なんですけどようやく国家安全部長を、えー、政治局の中に引き入れたということはまあ一つは国家安全部は習近平はまあようやくトップ、えー、信頼できる人がつけられた ということともう一つはやはり、えー、国家安全部門でかなり力を入れた。 えー、治安維持の強化っていうものを、えー、今後の、えー、政治の中でかなり重視しているということもいると思います。それからチン、えー、キツネ北京市長ですね。これ多分次の北京書記になると思います。佐伯さんが政治局常務員に、えー、まあ今の北京書記の佐伯さんが政治局常務員に昇格したので、えー、このこの人が今度次の書記と。でチンビンジ。 重慶初期これは陳琳さんは一時期政治局常務委員に入るんじゃないかと言われたんですけど実際に重慶の初期なんかやらせてみると、まあ、あの大したことはなかったわけですね。いろんな重慶っていろんな事件起きて、まあ、いろんな失敗をしてるんで「まあえー、降格もももされれなないけれども、えー、出世もできなかったで、えーで塩,化えー、塩化軍」という浙江省の初期と高根明という中央宣伝部長も入ってます。 で、えー、全体に見るとほぼ全員が習近平のごますり集団です。で、もっと言うとですね、えー、学歴の高い人がほとんどいない。習近平さんは一応ですね、えー、試験受けないで受けてないですけど、聖華大学に入りましたけれども、今回今回のメンバーでそんなあの輝かしいですね学歴を誇示しているような、えー、人はほとんど。 いいいないと思いますみんなねなんとか師範大学とかそのレベルですね大学あの優秀な人であっても。なんでもう習近平がいかにその、まあ、北京大学とか清華、えー、大学とか、えーまあ、そういう福旦大学とか、まあ、そういうなんていうのかな優秀なエリ,ートエリートの学歴を持つ人間っていうのは好きじゃないかっていうのもこういう人事を見ると分かります。 こういう人事になって何が起きうるかっていうことを考えるとまず一つは強制団が排除されたそして、えー、といわゆる学歴の高い優秀そうな 官僚が排除されて,るっているとうことですね優秀な官僚っていうのは実はきょほとんど共生団なんです。強制団というのは大学で優秀な人間をリクルートしてあんた共産党の幹部になりませんかみたいな感じで、えー、選んで教育していくそういう,こう官僚養成機関なんです。なので優秀な官僚っていうのは大体共生団がらびなんですけどもそういう人間をあえて、えーとまあ、外している。 なので今後の、えーまあ、習近平政治どうなるかっていうと優秀な官僚が、まあ、いなくなってるっていうことなので、えー、かなり、えー、経済政策とかは、えー、習近平の独断上になってで習近平の独断上になるということはどういうことかっていうと経済発展っていうのは優,あの優先されないそれよりも国家安全とか、えー、軍とか軍事とか。 えーまあ、そっちの方があるいは、えー、党のガバランスとかそっちの方が、えー、優先されるであろう。で今度もう一つは強制団がここまで徹底的にパージされたっていうことは習近平はまだ粛清を続けるであろうとその次の粛清のターゲットはやはり強制団ではないか。で習近平はなぜじゃ古春夏を えー、降格させたのか大してミスもしてない優秀だとみんなが優秀だと認める古春夏を降格さ,れたか降格させたかってとやっぱ国春夏っていう優秀な人間が怖いんですよね彼を潰さなければ枕を高くし,あの高くして寝れないそんなあの感じだと思いますであのここでちょっと話がも、ま、あのもあの戻すのが閉幕式の古キンさんの、まあ 積騒動ですね。これ一体何なのかっていうのがまあ,あのはっきりしたことは分かりません。えー、っと AFP のカメラで皆さん多分あのご覧になったやり取りは開幕式で、えー、中央委員の,、まあ、あの名簿とか報告の採決をする前に習近平さんが、まあ、いきなり、えー、っと腕引っ張られてこう 退席させられようとして嫌がってるのをまあ強引に退席させたようなそういうあのシーンがありました。で明らかに胡金あごめんなさい胡錦涛さんが退席させられようとしたシーンがありました。で明らかに胡錦涛さんの顔を見ると退席したくない。だけども無理やり退席させられた。で進化社はツイッターで英文で、えー、これはつまりツイッターで英文で報告したってことは外国メディアに対してあのまあいわゆる 体調不良だだとと健康上の問題だという,ふうに説明したなんで別室で休んでいただいたと。だけどみんなが思うわけですよ胡錦濤さん体調不良だったらどうして習近平のボディーガードと習近平のまあ古文の低摂政の部下の、えー、まあえー コン・コンあーコンショウソンっていう人が二、えーまあ、人で習近平のまあボディーガードとコン・ショウソンっていう人が2人でこう抱えるように持ってたんですけど、あのー、この2人がつまり習近平側の人間がこんなふうに、えー、立ちさせられたのか習近平のボディーガードっていうのは本来習近平から離れちゃいけないんですよね。だけども胡錦涛を連れていった。なぜなぜら 古今東を見張るのが今回おそらくは習近平のボディーガード一番信頼しているボディーガード顔面割れてるんですけどその,あのその人の今回の任務は習近平のそばにずっとついてボディーガードすることではなくて胡錦濤の動静をずっと見張ることではなかったのではないかというふうに言われてます。でもう一つは えーあの本当に体が悪かったら習近平に胡錦濤には胡錦濤のボディーガードがいるんです元国家主,あの主席なわけですから今もついていますも元総理にずっとあの SP がついてるようなものですだけども彼は要するに動けなかったわけです動けなかったというかなんか動きを静止されてたような印象もある。 でもう一つ AFP の,のカメラがそういう体う積の,の映像を映る前にですね、えー、オーストラリアメディア ABC だったと思うんですけど別のシーンを撮ってるわけですその直前のシーンを。で何かっていうと胡錦涛がなんかこう目の前にある名簿を開こうとしたら名簿っていうかまあ紙ですね書類を開こうとしたらそれを隣に座ってた立正書がこう慌てて閉じてこう取り上げるような。えー あのやり取りがあるんですねでその様子を見た習近平がボディーガーガドを呼んで連れてててけって合図してる胡錦濤さんは、えー、連れていかれそうになった時に何か習近平にこう一言言ってるような耳打ちしてるようなそして李克強の肩を叩いてるようなそういうシーンがこうずっと流れて全体を見るとまあいろんなあの詮索があるんですけれどもひょっとすると胡錦涛は胡錦濤は この中央院の名簿に何か文句を言おうとしたのではないかでそれを表だって言われると、えー、困るので、えー、名簿の、えー、まあ採決の前に胡錦涛さんをまあ連れてったのではないかそういう想像もできるわけです。で人によってはこれは、まああのー、一種の,そのクーデターの失敗実は胡錦涛はクーデターを起こそうとしてそれが失敗したんだとかあるいは何、あのー、なんか。 外国強制団がもう落ち目だっていうことをもうみんなに知らしめるためにわざと胡錦涛を連れ去ったんだとか、まあ、いろんな噂があるんですけれども、まあ、その真相は、まあ、ちょっとあの本当のところは分かりません私もあの多分名簿説って名簿を見て骨春夏の,あのがもう政治局から降格されているということに関してえー、っとまあ 胡錦涛が文句を申そうとしたのを、えーまあ、無理やり連れ去られたんではないかというこの ABC メディアの、えー、説を。 ちょっと指示してるんですけれども、まあ、何せ、えー、ともう党大会前にですねいろんな情報が錯綜してですね、まあ、それをに乗っかっていったら大きな、あのー、間違いであったっていうのが、えー、経験済みなんで、まあ、うかつなことは言えないなと。だけども一つ言えるのは今回の党大会は本当に異例ずくめであった。強制団が完全にパージされたこととも異例だしあと、あのー、政治局常務員 二十五人だったのが二十四人になったのも異例だし、一人も女性入らなかった。前はね孫春蘭さんとか入ってたけども、ええー、一人も女性入らなかったのも異例。で、ええー、口角人事が行われたのもまあ大きな異例、えー。で、団結をみんなでええー、と大声で言っているのに、えー、団結をああの団結してない状況、つまり胡錦濤さんを こう嫌がるのに連れ去る,連れ去るような状況,で状況を国内外のメディア多くの人民に見せたのも異例。ということでもう異例づくめの党大会であったでこの異例ずくめの党大会が党大会で,でもって習近平はもう独裁権力を確立したかっていうと,、えー、とまあ対外的にはもう習近平独裁終身独裁だ。 というふうな見方があるんですけれども。本当に安定基盤に入ってたときに。ここまでパージするか。 こここまでですするかということなんですよねで今後の 5, の5年を見なきゃわからないんですけども本当に、えー、古春華や、えー、強制弾派の優秀な官僚、えー、をパージし始めてまだ粛清10年粛清ずっと続けていくけどまだ粛清続くぞっていうことは粛清続けてる間っていうのは不安定なんですよ。 要するに自分が安定してないと思うから気になるやつ敵と見なすやつを全部粛清しているわけですね金正恩なんて粛清数年やっただけであとはやっぱりあの国内強化に動くわけですよところが習近平さんというのは、えー、国内強化に動いていないすいません長くなりました、まあ、そういうことで,です、ね、非常に、えー、不安定かつでも強権独裁の体制が登場したということになると思います でこの不安定,で不安定なあの強権独裁が登場したっていうのはどうなるかっていうとその不安定を拡散する可能性がある一番のターゲットになるのが台湾ではないかというふうに思ってるんですけどもまあ,あの今日は人事の,あの話をしたので、えー、時間目いっぱい食べてしまいました。